田中隆氏は、日本の大倉官僚、大倉事務次官、広島県広島市出身、父の田中康志郎は弁護士、元三菱マテリアル会長、元日経連会長の長野県はいとこ、旧制広島講師附属中学校、旧制一校を経て、1948年、東京大学法学部政治学科卒業後、大倉賞入賞。 大臣官房省外部配属。ちなみに一行動期に、大倉正隆、長岡実、三重野康氏らがいて、大倉長岡と続いて、大倉次官に就任した。初会地税務所長、関東新越国税局、国税庁所得税課長補佐、水資源開発公団資金課長、大倉省理財局国際課長、資金課長、大臣官房文書課長、 東京税官庁を経て、1973年6月26日、主計局次長、1976年6月経済企画長、官房長、1977年6月10日、大倉省理財局長、1979年7月10日、主計局長。主計局長の時、大平正義首相が、一般消費税導入断念声明を出して間もなく、救世。 追うように辞任した長岡実のり時間に代わり1980年6月17日大倉事務次官となる。時間在任中は財政再建から国債発行抑制に努める。翌1981年退官後、1982年国民金融公庫総裁、1986年日本輸出入銀行総裁を歴任。 1990年横浜銀行頭取、ど九1992年から1994年まで全国地方銀行協会会長を務めた、1995年君一等随法省受賞、没工女十三位、ありがとうございます。